続いて行きましょうかね。朝子トライさん、竹井さんが車に乗ろうとしたら、稲葉物置の社員が100人、竹井さんの車の上に立ってたらどう対処しますかわお俺の愛車にな、1 2 3 4 5 6 7八九十十一十二1 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 1ー1 1 1 1 1 な、何を乗ってんすか大丈夫じゃねえよ。大丈夫じゃねえ。オタクの物置だけですよ。100人乗って大丈夫なのは。俺の愛車は100人乗ったらすぐ修理ですよ。すぐ降りて。い今すぐ降りて。事故だよ、こんなんもう事故だよ。オタクたちが100人、べっこべこじゃねえかよ。へこみまくっとるやないか。100人乗っても大丈夫じゃねえ。大丈夫じゃねえんだよ、だから。100人乗ったらおしまいだよ、俺の車は。 完全にもう請求書出しますからね。稲葉物置さんに、会社宛てに。はい。今警察呼んであの、自己処理もしてもらいますからね。お願いしますよ。はいいや、ダメです。ダメです。稲葉物置プレゼントしますからとか、そういうことじゃないです。今場の物置一つと、俺の車の値段でかなりの差の開きがありすぎるんで。それはもうダメです。CM?CM 台 CM はもう魅力的ですけど。 CM キャラクターやらせてもらえるのは、はい。ただ、俺の車、もうちょっと、はい、高いん、ね、で、はい。だめです。車はきっちり直してもらって、その後に、はい、コマーシャルの出演交渉さとにかく、はい、一刻も早く自己処理させてください。お願いします。はい、自己処理します。はい、勝ちたかったら登録しとけい。